見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。Twitter フォロワー数52万人、YouTube チャンネル登録数48万人。と、今時のママパパに圧倒的に支持されているカリスマ保育士、T先生の子育てアドバイス本第2弾、子供が伸びるスゴ技大全カリスマ保育士 T 先生の子育て丸×図鑑ができました。子育ての悩みは、決して親の能力や愛情の深さの問題ではなく、子供特有の気持ちや物事の捉え方、体の状態を知るだけでうまくいくことが多いと、T先生は教えてくれます。この連載では、T先生が実際に試して効果のあった伝え方や、保護者が絶賛した斬新なテクニックを厳選、子育ての困った、が、成長、に変わるコツをお伝えしていきます。黒丸子育てには、ゼロもかけるもない、子育てには、丸もかけるもない、という上の見出しを見て、このタイトル、子育て丸かける図鑑、でしょ、と思った方は多いと思います。皆さんに楽しく読んでもらいたくて、クイズみたいなタイトルをつけてみたんです。でも皆さんもご存知の通り、子育てに丸とかける、つまり絶対的な正解も不正解もないですよね。だって子供は一人一人違うし、ご家庭の状況によっても変わるし、同じご家庭でもタイミングによって対応は変わりますよね。だから子育てに完璧なんてなくて、絶対に、こうしなくてはいけない、こうしないと、いい子育てにならない、ということはありません。でも僕がお子さんやママパパの様子を見て、とても素敵な対応だなぁ。でもあと一言付け加えたらもっと最高になりそう、こうしたら、あの子は喜んで行動しそうだなぁ、と思うことがあります。完璧な子育てはないけれど、子供がもっと喜ぶ子育てはあります。もっと言えば、家族みんなが幸せになる子育て、です。黒丸子供が一番喜ぶのは、どれかな？だって、世の中には、子育て法、って星の数ほどあって、どれだけ学んでもキリがありません。だからあんまり、正解を学ぼう、と考えるよりは、もっと単純に、うちの子が一番喜ぶのは、どれかな？との対応が、自分を含めた家族みんな幸せかな？っていう発想の方がいいと思うんです。仮に一般的にいいとされていることであっても、自分の子供には合わないこともありますし、それを実践するママパパに大きな負担が発生してしまうなら、それはそのご家庭の誰も喜ばない方法です。現代の忙しいママパパが、限られた時間の中でせっかくお子さんと関わるなら、その時間がより濃いものになった方がお子さんも嬉しいし、家族みんなが嬉しいですよね。いいかもと思うものがあったら、どんどん試してみてください。少しでも子育てが楽しくなったと感じていただけたら嬉しいです。本原稿は、T 先生著、子供が伸びるスゴ技大全カリスマ保育士 T 先生の子育て丸かける図鑑からの抜粋です。この本では、ママパパの子育てが楽しくなって、子供の困ったが成長に変わるコツを紹介しています。一緒に楽しく、子育てしてみませんか？次回へ続く、T 先生、T 先生、関東の保育園に勤める男性保育士。保育士として勤務する傍ら、その専門性を活かし、子育ての楽しさや子供への向き合い方などをメディアなどで発信。全国での講演は年間50回以上。他園で保育内容へのアドバイスを行う、顧問保育士、など、保育士の活躍分野を広げる取り組みにも積極的に参加している。ちょっと笑えて、可愛らしい子供の日常についてのつぶやきが好評を博し、Twitter フォロワー数は52万人を超える。子育てのハウツーを発信している YouTube も大人気。著書は、子供に伝わるスゴ技大全カリスマ保育士 T 先生の子育てで困ったら、これやってみ、ダイヤモンド社、ほう、ここが地球の保育園か、ベストセラーズ、コミックほか多数。T 先生。